新演出で上演されるニュルンベルクのマイスタージンガーのワルター役に決まっています。クンドリー役のエレーナ・パンクラートバは今年バイロイトデビュー。このクンドリーという役はオペラ史上最も不可解な謎めいた人物と言われています。その表現方法もユニークで難しく、第2幕ではほぼ2オクターブの音域を急降下する場面がありますが、パンクラートバは全く無理なく軽々と歌い切っていました。さて、第3幕の舞台は廃墟と化したモスク。壁や屋根は一部崩れ落ち、もう長いこと手つかずの状態で放置されてきたことをうかがわせます。グルネマンツは白髪の老人となり、クンドリーも老婆の姿をしています。しかし廃墟の外には草木が生い茂り、春の気配と生命力が感じられます。場面転換の音楽を境に、舞台は荒廃した聖杯の城へと変わります。騎士たちは世界各国のあらゆる宗教の信者の格好で、それぞれ宗教を象徴する十字架、仏像、燭台などを持っています。彼らは最後にそれらをアンフォルタス王の父ティトゥレルの棺の中に置き、舞台奥へと去っていきます。争いの元凶である宗教を一旦葬り去ることを示しているようです。それでは第3幕のあらすじをご紹介しましょう。舞台は再び第1幕と同様に聖杯の城の近くの野原。長い年月が経ち、荒れ果てた野となっています。年老いたグルネマンツは聞き覚えのある声を耳にして、眠っているクンドリーを見つけます。クンドリーは目を覚ますと、まるで付き物が取れたかのように奉仕をという言葉を発したきり、献身的な贖罪者となっています。すると武装した騎士が近づいてきます。聖金曜日なので武器を取るようにとグルネマンツが勧めると、甲冑を取った騎士はかつて追い出したあの若者パルシファルでした。グルネマンツは感動して聖なる日の奇跡を称えます。クリングゾルから取り戻した聖なる槍を聖杯のもとへ返すため、パルシファルはアンフォルタス王のもとに通じる道を教えるよう求めます。クンドリーは罪を悔い改めて、パルシファルは彼女に洗礼を施し、自らもグルネマンツから新たな王としての祝福を受けます。森の緑には光が降り注ぎ、みずみずしい聖金曜日の音楽が鳴り響きます。アンフォルタスの父ティトゥレルの死を告げる早々行進曲とともに場面が転換し、グルネマンツはパルシファルとともに聖杯の城へと向かいます。騎士たちはティトゥレルの死を悼み、アンフォルタスに聖杯を開帳する務めを果たすよう迫ります。アンフォルタスはこれを拒否し、反狂乱になって死の安らぎを求めます。その時パルシファルが現れ、聖なる槍をアンフォルタスの傷口に当てると、奇跡が起こって傷口は一瞬のうちに癒されます。アンフォルタスはこの新たな聖杯王の前にうやうやしくひざまずきます。パルシファルは聖杯を騎士たちの頭上に掲げて祝福を与え、一同が奇跡をたたえる中、魂が浄化されたクンドリーは静かに息絶えます。それではワーグナー作曲舞台新聖祝祭劇パルシファルから第3幕をお聴きいただきます。2016年7月25日にバイロイト祝祭劇場で行われた公演のライブ録音です。Thank you.
von dort her kann das Stimme. So jammervoll klagt kein Kind. Und gewiss kann nicht am heiligen Morgen Thank you.
Bei welchen Heiden weitest du zu dir?
Es liegt bei uns,
Thank you.
Thank you.
ワーグナー作曲、舞台新聖祝祭劇パルシファルから第3幕をお送りしました。改めて全体の配役、演奏者を紹介します。アンフォルタス、バリトン、ライアン・マッキニー、ティトゥレル、バス、カール・ハインツ・レーナー、グルネマンツ、バス、ゲオルク・ゼッペンフェルト、パルシファル、テノール、クラウス・フロリアン・フォークト、クリングソル、バリトン、ゲルト・グロホウスキ、クンドリー、ソプラノ、エレーナ・パンクラートバ、聖杯守護の第一の騎士、テノール、タンセル・アクセイベク、聖杯守護の第二の騎士、バス・ティモ・リーホネン、第一の故障およびクリングゾリに仕える巫女、ソプラノ・アレクサンドラ・シュタイナー、第二の故障およびクリングゾルに仕える巫女、メゾソプラノ、マライケ・モール、第三の故障、テノール、チャールズ・キム、第四の故障、テノール、シュテファン・ハイバッハ、クリングゾルに仕える巫女、ソプラノ、アンナ・シミンスカ、カタリーナ・ペルジッケ、ベーレ・クンベルガー、メゾソプラノ、インゲボルク・ギレボ、アルト歌手のソロ、アルト、ウィープケ・レームクール、ほか聖杯騎士団、青年と子供たち、合唱、バイロイト祝祭合唱団、合唱式、エバハルト・フリードリヒ、管弦楽、バイロイト祝祭管弦楽団、式、ハルトムート・ヘンヘン。2016年7月25日にバイロイト祝祭劇場で行われた公演のライブ録音でお送りしました。第1幕と第3幕はグルネマンツの語りが大部分を占めていますが、ゼッペンフェルトは威厳をたたえた朗々とした歌唱を聞かせ絶賛されました。今年バイロイト音楽祭にデビューしたアンフォルタス役のライアン・マッキニーは、聖杯王の重圧、罪悪感、苦悩をずっしりと重く暗い歌唱で際立たせていました。指揮者、オーケストラに並び、とりわけグルネマンツ、パルシファル、クンドリーの主役3人には盛大なブラボーが送られました。ラウフェンベルクの演出では、人物描写や聖杯の儀式などの宗教的な描写がとても写実的で、そうしたリアリズム的な表現方法や作品解釈をめぐっては賛否が分かれました。ただし強い主張を感じたのは第3幕でした。幕切れではパルシファルの聖杯を開帳せよという言葉とともに、寺院の壁や天井は上下左右へと動き出し解体されます。その奥から照らされる光の中へ、舞台上の男たちは皆ゆっくりと去っていき、舞台はガラン堂になります。彼らがどこに向かうのかは分かりませんが、退場と同時に客席が明るくなってきて、舞台と客席、公演と日常との境がなくなります。お聞きいただいた録音でも、音楽が鳴り止んでから拍手が始まるまでに少し間がありましたが、これは音が鳴り止んだ時、いつ上演が終わったのかはっきりしない演出になっていたからでしょう。この幕切れは我々も共に考えるべき問題だということを示しているのかもしれません。バイロイト音楽祭2016、今日はワーグナー作曲、舞台新聖祝祭劇パルシファルをお送りしました。公演の録音はバイエルン放送協会、ご案内は北川千佳子でした。